緊張して、そう今ちょっと緊張しすぎて、ね、いやもうカメラが回りすぎて誰がどうなってるか分からない。俺も回れ。はい、ということで今日ね、はい、中井拓実さんが試合する。ありがとうございます。頑張ってマジで。頑張ります。マジでありがとうございます。KO で倒したら、まあ30万円ぐらいのなんかものと、20万円ぐらいでちょっとご飯を、50万円ぐらい。そう、50万ぐらい。はい、だから買ってほしくないっていう企画です。あ、でもおかしいよ。おかしいか。応援するふりして、もう応援するふりして、何しに来てくれたんや。負けろって言い続けるっていう企画になりますので。本人の前で言うな。俺も思った。本人おらん時にやったほうが。そういう形でちょっとやっていきたいと思います。応援マジお願いします。いや、ほんまに応援します。応援するよな。応援はね。ほら、応援はねってな。ちゃんと応援してください。お願いします。ほんまに勝ちかけたらちょっとね。そうですね。いや、勝たせろよ。何やってんねん、それ。ウルトラマンか。もらったやつ、ひろたが。もらったやつ、ひろたが来ないました。それでは、お願いします。ありがとうございます。お願いします。え、ほんまにおごるとか言った。はい。なあ、何を。いや、だいぶ、30、50。はぁ無理やん。あいつ、絶対一人は腹いるわね。終わってんの絶対も出さない。負けてくれ。絶対たか。あ、それやったか。絶対勝つ。絶対勝って。絶対勝つ。絶対勝って。負けん。絶対勝つぞ。絶対勝つぞ。緊張しすぎだ。頑張って。勝てるかな俺。勝てる。絶対勝てる。勝てるかな。絶対勝てる。こっちやん。こっちやね。戦う前でボケんな。シャリン。青コーナー。姫路市暴走族最後の総長。拓実選手の入場です。続きまして、赤コーナー、令和の暴れん坊将軍、テル選手の入場です。暴れん坊将軍ですよ、彼は令和の。頑張れ。そうですね、拓実くんはね、僕の先輩なんですよ、本当の。はい、姫路の。頑張れ。あ、いいか。このやっぱほとばしる緊張がね、この、まあ、ちょっと先輩同士にちょっと気まずいんですけどね、僕は。でもあのぶっ飛んだ感じが最高だよね。いや、空気感変わりましたね、ちょっと。拓実いけよ。いけ。第3試合、レッドワン、
持ち前のこのスピード感が。オーケー入ったな、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 これは入った、入った、入った、いけるいける、いけるいけるよく食べたな。シャクリ選手の根性論だね。いけるぞ、いけるぞ、はい、ナイス。もうちょっとね、僕らもちゃんと分かってくれたもん。打撃の聞いたら聞いたら、パス聞いたら、ロー出しても聞いたら、いけるいける、いけるぞ。研究上等だからね。ちょっと今のカッコイイと思ってたけど、店の下からカッコイイが出せちゃった。ドラゴンボールに出てる。パンチ聞いてた。おお、でもちょっとピックも気をつけないと、カッコイイ選手も無理だと。いけいけいけ、熊の、目の中の熊の中の熊の中の、あー、いける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 、ワン、ツー、スリー、フォー、アゲアンジャー、セブン、エイ、いける、いける、さすが伝説の暴走族の総長です、ね、確かに、デミ君もこんなとこで終われないですね。負けてんぞ、負けてんぞ、これ男だ、男だ、おっしゃー、どうだった、どうだった、これは強いね、デミ君は強いね、やっぱいや強い、いやすごい、野生児みたいな、打撃の質が違うな、ケイル君は野生のようか、いや、ケイル君は強いよ、ジャングルから救助隊じゃん、はい、一歩でも早くプロの勝者、赤コーナー、チャルー、やった、かっこいい、ただ、ハクリ選手も本当に根性あった、ありましたね、平和な暴れん坊勝負、いや今のかっこよかったな、食べてなかった、食べてかっこよかったな、一瞬泣きそうだ、俺も俺もほんま、でもよかった、よかった、ちょっと泣きそう、俺もただ腹払わんでよくてよかった、シャリーン、ちょっとビーってなった、なんかビーって感動してもらった、感動した、強かった、強かった、だからもう俺のマキアはかっこよかった、ほんま、強かった、マジでめちゃくちゃよかった、最高でした、これはちょっとそういうやつ、シールありがとう、いやもうかっこよかった、かっこよかった、マジでかっこよかった、マジでかっこよかった、全然覚えてない内容したから、いやありがとうございます、一発俺ももらったよ、うん、一発だ、聞いてた、あの、まあ、今度住んだから1ヶ月前からうちにおいて、はい、仕上げたのから仕上げてくれる、怖いんやけど余計そっち、すごい、いやすごい、トラン、違う違う違う、それはまたお疲れ会でおごらせてもらいましょう、いやおごらんで、俺は俺は絶対おごらん、それはあかん、絶対おごらん、とりあえずこれはしろっと終わっとく、あー楽しかった。
やよかった、ありがとうございます。全然ダイ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 、今日は皆さんに特別なお知らせがございます。1月から3月までオンラインくじを実施していましたが、覚えてますか？はい、覚えてますか？覚えてる。目標別に特典を用意していたことも覚えてるかな。実はそのうちのステージ1、はい、クリアしました。はい、しちゃった。クリア。いやー嬉しいですね。ステージ1クリアの得点、ロッピー限定グッズを発売します。素晴らしい。これはすごい。すごい。そして商品ラインナップはこちら。まずはアクリルパネル。多分この辺に映ってます。出てます。すごいよね。はい。和服の取り下ろし写真を使用したパネルで部屋に飾るのにぴったりです。これはぴったりだね、多分。はい、もう、だって和服だもん。よ。はい。あと、こちら、キーケース4種類。どっかに出てる。多分どっかにいる。多分その辺かな。ここかな、この辺かな。で、くじの景品とはね、また違う、種類なので、かっこいいデザインになって、普段使いしやすいデザインとなっております。イェイイェイ。続いて、はい。続いてはマスクケースです。ロゴを使用したデザインと、取り下ろし写真を使用したデザイン、2種類ご用意しました。出てるんかな？うん。ぜひね、くじの景品のマスクと合わせて、ぜひ使ってください。こっちかな？はい。はい。で、最後は、こちらのスマホリングです。ドン！ドン！こちらも4種類のデザインがあります。多分、あの辺かな？4回出てますよ。はい。大きいスマートフォンでも、これをつければ使いやすくなりますんで、ぜひ使ってください。はい、詳細は店頭に並んでるロッピーグッズカタログ紙面をご覧ください。お店に設置してあるロッピー端末と HMV&BOOKS オンライン EC サイトから購入できます。ロッピー HMV&BOOKS オンライン限定グッズなので、ぜひぜひゲットしてください。これはね、いいよね。もうぜひ買ってほしいです。お願いします。お願いします。それではまたね。さよなら。買ってね。買ってね。うん。